Docomo Making Sense。 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。まあ、あのハワイ、どうせなので今週1週間私のハワイ自慢、はい、もうずっとハワイ話でもいいよ悪かったと私言ってますよね。でもあなたの芝居の時私もさ、うん、そこそこよいしょして喋ってますよ。 ありがとうございます。そうでしょ、もう僕も頑張りますよ、うん、行きたかったな僕も。ハワイ楽しそうだねすごく。でもあれですね、清水さん女子仲間とよく行かれますよね。うん、っていうか光浦さんがよく誘ってくれるんでね、うん、その普通はやっぱりさ2つでも年が上だと誘いにくいと思うんだよね、うん、私だったら、うん、自分より年上の女性を誘うってことはなかなかできないと思うんですけど、うんうん、やっぱりちょっとあの人私を舐めたとこあるんだよね、ちょっと、うん、2つどころか12くらい違う、一回りくらい違う、一回りくらい違う、うん、なのにやっぱり人格かな、清水さんのね、うんうんうん、かもしれないね。うん、あのそれはね、うん、舞さんが言ってました。ものすごく優しいし、霊能者の舞さんが、霊能者が言ってました、うん、なので間違いないと思います、うん、何なのあのその、うん、一部をすごく書いているのは、ほっぺたを書きながら、うん、気持ち悪いんですけど、なんか何がいけないんですかもうでもあれでしょ、前ハワイ行った時って平井健さん、ハワイじゃないですね、あれは違う、うん、フィジーかな、はい、うん、フィジー行った時は平井さんだった、だったんですけど、平井さんはかわいそうだったよ、うん、40度ぐらいの熱を最初から抱えたままだったので、うんうんうん、あっち行って倒れ込むようにホテルに入りたかったのに、うん、ホテルがアーリーチェックインはダメだって言われて、うん、なんか日差しがガンガンしてるところ でだけど私たちも泳ぎたいし悪いけど荷物搬してくれるかっつって平井さんまたそういう才能が似合う感じするもんね。なんでだろうね、本当に似合ってた、うん、悲惨な感じしますもんね。悲惨な感じがよく似合う男だねそっか、うん、でかわいそうでしたね、うん、私たちは、まあ、今回は本当に楽しかったですね。ただ、うん、頭に来たのは、はい、そういうのを聞かないとね、はい、航空会社が JAL くらいの、しかも、うん、あのビジネスクラスのお金を取ってるとこだったのに、うん、ものすごくしょぼい食事だったんですよ。人生の中でこんなしょぼい食事は初めてだと思うぐらいにしょぼいので、写真撮ってブログに載せちゃった。これだけですよ皆さん。それはあれですか、あのお正月のさおせち料理頼んだらすごい、ふかふかおせちですよあれ、なんなのあの語呂がおかしいの、すごいですよね、ふかふかおせちってもう寒い誰かもう食べ散らかしたようなおせちの、ね、写真が出た、あんな感じ、あれ、うん、あれ何外資系の話な、おせち料理あんなこと日本人できないよね、日本人やったからあれ、でしょ、ひどいね、そうだったねあれ、思い出し怒りするあれ人のことなのねで誰が名付けたあれ、スカスカおせちって、うん、あれ面白いよね、まあ、オレオレ詐欺もそうですけど、うんうん、ネーミングする人がね誰かいるんで、くどいようですけど私バラバラ殺人事件については本当怒ってるからねバラバラってなんだ、失礼な確かに失礼ですよね、でもあれハワイって飛行機でどれくらいなんですか、時間、行きが7時間で帰りが10時間ぐらいですね、でご飯が1回出ると、うん、あでもねそれはね深夜に行ったからご飯が薄かったのかもしれない、でもそれにしてもね、うん、しょぼすぎるっていう話をしてたんですよ、うん、どんな感じだったんですか、右が手のひらに乗るくらいの白身魚、はい、左がスープがけのお茶漬けなんですけど、うん、どっちもなんか和なの洋なのみたいなそんなセットで出てくるの、そう、それで私そのコマーシャルが飛んだりとかして、ええ、自分だけ変な取り方をしたので、うん、自分だけがビジネスクラスだった、うん、でみんなはエコノミーで、うん、でそれでみんなの方はどんな食事だったと思いますか、うん、ビジネスです、ビジネスそれでしょ、うん、だからもう右手が白身魚で左手が、うん、お茶漬け、お茶漬けでしょ、うんうん、でも白身魚だけでしょきっとエコノミーは、違うんですよ、ここは意表をついてそうめんだけだったそうそうめんだけなんだねって、あっちでもちょっと盛り下がってたらしいです、でも飛行機って、うん、そうめんって言ってもごめんなさい、つけるやつじゃないですよ、ゆうめん、ゆうめんの冷めたやつ、流しそうめんだったらまたね風流ですけどね、全然笑いません、うん、なんで人の不幸の話だとそんなにさ乗るの飛行機ってね、うん、昔は昔だったら10年ぐらい前ですけど、うん、すごいいっぱいご飯が出た記憶があったんですよ、うんうん、またご飯かみたいな、あそう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 ですよね、もう無理だよこ
これ何ご飯なんだろう、あの昼なのか夜なのか、その乗ってる飛行機の時間なのか向こうの着いた場所の時間なのか日本の時間なのかが分かんないで、うんうん、すごい食べさせられてた記憶あるんですけど、最近そうでもないんだよね。いやいや、それはだから航空会社の JAL とかは絶対大丈夫っていうか、美味しいものを美味しく提供してくれるし、でも違うところだとそうでもない、あの食に淡白な国ってあるじゃん、イギリスとかもそうかな、あの航空会社は分かんないけど、それが多分如実に出てたんだなって感じがします。そうか、うん、あのあれが不思議だよね、あのイタリアンとかでもさ、うん、最後に肉みたいなのが出てくるんじゃん、うん、途中パスタが出て、うん、最後肉、そして最後もう一回チーズみたいな、何その状態みたいな、最初に出してくれよあれ読めないですよね、チーズがね急に重いよみたいな、うん、最初にあのオードルみたいなのが来て、うん、それいいよね、これでもう全部かと思いきやまだ始まったばかりだったっていうのありますから、焦ってたこれが変な時パンが来たりね、そうそう、パンだけ食べる時間があったりするもんね。うちの旦那さんの友達がうちに遊びに行った時に、うん、私もそうやって時間を別にあの何を出すって見てなかったんだけど、うん、ちょいちょい作っては出してたら、うん、奥さんどのくらいで終わりになりますかお腹の都合があったねだからやっぱメニューみたいな、今日の献立みたいな必要なんですよ、ね、池波志乃さんが中尾明さんにいつもやるようにですかどういうことですか、毎日ってあるのそれが、すごくないですか、今日のメニュー、今日の朝ごはん、そう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 、朝ごはんもあるの、かない朝ごはんないと思いますね、夜はあります、あ大人だったね、ちょっと自分でちゃんとねないよって言ってねめんどくさいからね、自分でしまうようにしてます今年のテーマ自分でしまう